シャルル・ダ・ランベール、または、カール・フォン・アーレンベルクは、スペイン領ネーデルラントの軍人、外交官、政治家、アーレンベルク博、後に、初代、アーレンベルク公、シャルル・ドリーニュとも呼ばれる。結婚により、第五代アールスコート公爵及び氏名公を継承した、アーレンベルク博ジャン・ドリーニュとその妻で、アーレンベルク家の女子相続人であるマルグリット・ドラ、 マルク・アランの間の長男として生まれた。1587年に、第3代アールスコート公爵フィリップ3世とクロイの娘アンヌと結婚し、1612年に、妻の兄のシャルル3世とクロイが、子供のないまま亡くなると、アールスコート公爵位及び指名公位を相続した。アーレンベルク家は、代々ハプスブルク家に仕えるネーデルラント貴族の家柄であり、 シャルルの先例の大父は神聖ローマ皇帝カール五世であった。また1586年には、金曜猛騎士団の騎士に助任されたほか、スペイン貴族として、グランデの称号を受けている。教育を受けた後、スペイン国王支持派として、アレッサンドロ・ファルネーゼ将軍の帰下で、独立したプロテスタントの北部諸州との戦争を、戦った。また同じプロテスタントとの戦いの一環として、 回収したケルン大司教、デプハルト・トゥルフゼス・フォン・バルトブルクを退りけるためのケルン戦争にも参加している。1585年のアントウェルペン包囲戦にも参加した。1585年に80年戦争の一端として起きた英日戦争の和平交渉におけるスペイン側代表の一人であり、1604年のハンプトンコート会議に出席して、 ロンドン条約を締結させた。シャルルは現在のアーレンベルク家のベルギーにおける居城であるアンギャン城を購入し、城にルネサンス式庭園を建築した。死後、家督は長男のフィリップ・シャルルに引き継がれた。ありがとうございます。